インドトキコウは、コウのトリメコウのトリカに分類される鳥類の一種で、ある。別名、ベニハゲコウと呼ばれることもあるが、ハゲコウ族ではなくトキコウ族に分類される。インド、パキスタンからスリランカ、東南アジア、中国南部にかけて分布する。全長約93センチメートル。体色は白色だが、下胸に帯状に黒色の部分があり。 カザキリは、オハとも黒い。肩羽、大雨オ服、三列カザキリは、紅色を帯びている。首はやや褐色味を帯びている。目の周囲から、くちばしの基部までは、皮膚が裸出しており、繁殖期には、赤いが非繁殖期には、等紅色になる。くちばしは、等紅色、足は、肺褐色である。足は、繁殖期には紅色になる。幼鳥は、全身肺褐色である。 分類的には、時光族であるが、飼育下では別族のコハゲコウと雑誌を作った記録がある。湿地や沼地、田んぼ、河川に生息する。主に魚類を捕食するが、カエル、ハチウ類、甲殻類、昆虫類なども食べる。水辺に近い森林でコロニーを形成して繁殖する。しばしば他のコウノトリ類やサギ類と共同でコロニーを作る。死ゆで増殖し、 一さ3から5個の卵を産み、放卵期間は28から32日である。放卵、育数は私有共同で行う。ヒナは約55日で飛べるようになる。かつては生息地の村落の周辺で普通に見られたが、現在は以前と比べて生息数が大幅に減少している。ありがとうございます。